今回は、ゲトースグルって離反前から割と潜入しそうじゃない？に対する読者の反応を紹介していきます。ああなったきっかけは真面目すぎて気負いすぎたっていうのはわかってるんだけど。基本思想がノブレスオブリージュなんだよな。闇落ちする素質はあったよね。ゲトーの弱者救済思考は、リュウヒさんと言ってること大体同じだからな。ただゲトーの場合、理由にしていた弱者の醜さを見て受け入れられずにアイデンティティが壊れた高潔通り越して潔癖が過ぎたんだよ。鬼滅でリュウヒさんが示して煉獄さんが受け継いだノブレスオブリージュは強い人も弱い人も平等に価値ある尊い存在であるって考え方が根本にあると思うけど、ゲトーの場合は強い弱いと優劣、価値のあるなしを直接結びつけてしまった結果強いものは弱いものを守らなければならないの思想から、耳七の一見で優れているはずの強い我々呪術師を虐げるを取った。弱い奴ら秘術師猿を守る必要があるのか？に反転しちゃった印象。ゲトーがもともと持っていた先民思想は秘術師家系出身で高専入る前は周りに秘術師しかいなかったであろうのが大きいと思っている。自分は周りと違うおかしい子ではなく特別な力を持った存在で、そうじゃない人たちは守ってやらないといけない存在なんだと思わないとやっていけなかったんじゃないかな。弱者救済的な先民思想は、個人的には悪くないと思ってるよ。見えない人を見える強い人が助けましょうっていうのは極論を言うと、困っているお年寄りや障害を持っている人を支えて助けましょう、みたいなことに懇意発想だろうし。ゲトーの場合これが自分の行動理由になってしまってたのがダメだったんだと思う。いや行動理由になっても割り切って貫き通せればよかったんだけど、できるメンタルじゃなかったんだろう。物腰柔らかな優等生面の裏に本人も自覚していない先民意識があるの興奮する。個人的見解だしただの解釈だから否定してもらっていいんだけど差別的思想を正論で包んでたイメージもある。先民思想言われるがそれは全部を見れる読者の結果論だと思う。これで高専から離れず今も戦ってたら上で言われてるようにノブレスオブリージュとか夕日さんみたいな思想がある普通の人扱いだっただろう。そしてその思想は実は危ういとこもあるよねって議論になってたんじゃないかな。そもそもゲトーの思想は今も弱者を救うから全く変わっておらず、弱者が秘術師ではなく呪術師になっただけなんだよな。あの世界は呪術師が使い潰される仕組みになってるからな。どこかで非呪術師を見捨てるか、力尽きて死ぬかの二択しかない。使い潰されていく術師たちを目の当たりにして、非呪術師よりまず術師を守るべきではないかって考えが変わっていった感がある。個人としては術師の方が強いけど、群れとしては術師の方が数が少なくて弱いからな。灰原や七民みたいな善良な術師が優先的に犠牲になっていくからな。イタドリだってスクナが取り付いてなきゃとっくに死んでるし、それでも救われる側の人間がそれだけの価値があると思わせてくれるならまだマシだったが、悪い悪くないではなくかなり元から線引きはしてたと思う。五条は自分以外全員弱くてスグルは特別って感じの考えだけど、もし五条が闇落ちしてたら秘術師とか強さとかじゃなくて懐に入れた人間以外全員殺すって感じだったんだろうか。五条は過去編の最初に姉さんに対して強いもんって認めてるので、自分以外みんな弱いってのはちょっと違うんじゃないかな。自分が抜きんでて強いとも自認してるだろうけど、その上で機械的というか冷静に、絶対評価として強弱の判断をしているイメージ。ゲトーの場合強くなるたびにゲロ増金だからな。でも拒否して五条と同じとこに立てなくなるのも無理だったろうから飲まないわけにもいかない。供養が良しとされる宗教と同じような考え方だよね。普通を追うことを崇高なものだと思うことでポジティブに捉えてたというか、普通だったら耐えられないものを自分たちは耐え難きを耐えるヒーローで成人だからって考えることで持ちこたえてた感じはある。結局クソ術式すぎるもっとケツから飲み込むとかにできんかったんか。それはそれで嫌すぎる座薬の比じゃないサイズじゃん。ただし呪霊は尻から出る。呪霊と下等両方の尊厳破壊ができる。でも味がゲロ雑巾以外はメリットしかない優秀な術式なんよな。五条悟はノーリスクで最強だからな。みんなこれくらいのデメリットがあればまだ救われたのに。別に弱者救済は良きものでも何でもなく、大衆に都合が良いから称賛されるに過ぎないという嫌なことを過去編の猿どもの拍手シーンで分からせてくるのには参るね。誰だって自分が良いことしてると思いたいしな。悪民の考えは画像あたりっぽいが、最初から自分たちばっかり辛いって考えだったのかもね。それを抑えつけてた自分は強い人間だから弱者を守らないとっていう正論の理性が剥がれて本音の猿は嫌いが出てきちゃったのかな。
灰原が下等を慕ってたのも自分たちばっかり辛いを同じく感じてたからなんじゃないかと思ってる。妹は高専に来てほしくないって思ってたし、親が秘術師ってことは呪霊が見えるのは周囲に自分しかいなくて、お化けが見えるとか言って虐げられた過去があるかもしれない。なので見える自分は優れていると思うことで自分のこと守ってた説はあるとしゅう。やっぱ家庭環境ってでかいから下等の両親とか育ち方が知りたい、あの人たちって言い方からあんま親に思い入れなさそうなのが気になる。あれは突き放すために意識的にああいう言い方をしてるだけで、普通に仲の良い親子だったんじゃないか。どうでもいい存在なら決別のために手をかけるって発想自体がまず出てこない。人扱いしてるところから見ると多分思い入れというか感謝自体は結構あると思う。その上で殺さないと自分の中で引いたルールが壊れそうだったんじゃねえかな。とにかく下等は何から何まで線を引こうとしすぎだったと思うわ。仲の良い親子だったとしたら線引きとはいえ殺すの辛すぎないか。村の猿とは違って思い出いっぱいあるじゃん。きっとたくさん愛してもらったなぁとか家族メモリー溢れる中殺したんだとしたら冷めた家庭だった説とかのがまだマシだなと。その辛さ、救いのなさが下等の旨味成分だと思うの。仲がいいからこそ埋めがたい災が辛いってこともありえるかもね。書かれてないので想像 100% になるけど、呪術師も守る価値ないって思えればどうだったんだろうか。いや、守りたいのは仲間と家族という範囲だったんだろうが、落ちた後も誰かのためにって指針自体は変わってないのが悲しい。自分的には誰かのためにはもう崩れちゃってる気がするんだよね。呪詛師落ちした後の方が自分の理想のために生きてるから、むしろこっちの方が下等にとっては幸せだったのかもしれない。秘術師を駆逐して呪霊が生まれない世界にするって活動自体がこれ以上術師が犠牲にならないことを目指したものなのでね。そうであったらまだ下等には良かったかもね。結局猿が嫌いだと言い聞かせてる状態だから結局家族の前でもストイウスは出せなかったと思ってる。何が悪いって世界のシステムが悪いからつくもさんと一緒に研究するルートとかなかったのかな。ないよな。下等がモテるのって顔というより物腰柔らかで紳士的な立ち振る舞い由来だと思うんだけど、そういう振る舞いは周り秘術師だらけの中で浮かないための処世術が講じてのものなのではと考えるとちょっと切なくなる。高専で何も考えず一緒にバカやれる友達できてよかったな。自分術師は特別な強者っていうエリート思考や使命感は最初からあったろうね。秘術師に対する見下し、優越意識があったかはともかく。でも術師秘術師の差別意識が最も強そうな上層部や御三家の連中は下等みたいに疲れ切ってるかというとそんなことはなくて、むしろ内政や強さの研鑽に夢中で秘術師ガン無視なのがね。実際、あの世界は呪霊無限は気のクソゲーなので秘術師を無視するスタイルが最適解という。作中の行動を見る限り実は悟もつながりのない秘術師はどうでもいいと思ってそうなんだけどね。以前からかどうかはともかく、どうでもよくなったからこそあのカルトたちを殺すかと、殺しても殺さなくてもいいけど判断をスグルに任せようとしたわけだし、渋谷事変でも秘術師が目の前で殺されまくろうとそれ自体に激高するわけでもない。スグルはあの時それでも秘術師の価値を信じようとしたから壊れた。